イムレザフェル・バーンズは、ジャマイカ出身で、トルコ国籍の陸上競技選手。専門は短距離走2015年に、トルコ国籍を取得。ジャマイカ時代は、ウィンストン・バーンズの名前で競技し、カテゴリー別の国際大会で活躍した。2003年、チャンプスのクラス3男子100メートルにおいて10秒99の大会新記録を樹立し、1997年に、 マイケル・フレーターがマークした11秒10を更新して優勝した。クラス3男子200メートルも22秒69で制した。2006年8月、北京世界ジュニア選手権の男子400メートルリレーで一層を務めると、決勝では39秒05のジュニアジャマイカ新記録を樹立しての優勝に貢献した。2015年6月24日、トルコの市民権を取得。 2016年6月24日、トルコ代表として大会に出場することが可能となった。同年8月、シニア世界大会デビューとなったリオデジャネイロオリンピックでは男子400メートルリレー予選では3走を務め、38秒30のトルコ新記録樹立に貢献するも決勝に進出できなかった。2017年8月、 シニア世界選手権デビューとなったロンドン世界選手権では個人種目初出場となった男子100メートルで準決勝まで進出した男子400メートルリレーでは3層を務めるとトルコ史上初の決勝進出に貢献した記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する微高欄の記録は当時のものありがとうございます